1964年10月1日、世界初の高速鉄道、東海道新幹線が開業。1972年には山陽新幹線、1982年には東北、上越新幹線が開業。以降、北陸新幹線や九州新幹線、北海道新幹線など、地方都市を結ぶ路線が開業し、今や、日本の経済を根幹から支えています。日本の新幹線の凄さはスピードだけではなくて、定時性や安全性が高く、事故率を見ても、世界で一番安全な交通機関とも呼ばれていますよね。その通り、鉄道全体での事故率を見れば、航空機よりも事故率が高いのですが、新幹線だけに着目すれば、世界的に見ても、ここまで事故率が低く、安全性が高い公共交通機関は存在しません。まさに、人の命を第一に考え、経済も根幹から支えることができる、公共交通機関の完成形とも言えます。ところが、新幹線にも大きなデメリットが存在します。日本の新幹線は、ヒューマンエラー防止や何重ものフェイルセーフに基づいて設計していることから、研究開発から製造、路線建設に至るまでの総費用が、他の高速鉄道と比較して高額になります。人が車体に乗車して移動する際、安全工学上で大切にされているのが、一次安全と二次安全があります。欧米諸国の場合、事故が発生した後に、被害を少しでも軽度に収める、すなわち二次安全が重視されてきました。対して、日本の新幹線における安全哲学は、一次安全と二次安全の両方を高めることによって、安全は初めて成立すると考えており、特に一次安全に対しては、他の高速鉄道と比較しても、約2倍もの費用がかかります。また、運転士や駅員、指令員の注意力も十二分に考慮した上で設計し、人間の能力にシステムが補完できるよう、絶妙な設計となっています。なるほど。新幹線で使われるハードやシステムは人間の能力をよく理解した上でそれを補完するように設計されているのですね。そう、新幹線は人馬一体となって運行されているからこそ安全が確立されているのです。また、新幹線の本当の凄さは現場で働く運転士や整備士の技量が非常に高いことです。特に日本人は異変や変化に対して敏感であるデータがあり、新幹線がこれだけ高い安全性や定時運行性を確立できたのも日本人特有の性格があるからです。例えばヨーロッパ各国でも多数の高速鉄道が運行されていますが、安全志向や注意力が低い国の場合、いくら最新のハードやシステムが導入されている路線でも大事故が発生していますし、定時運行率も低い数値となっています。つまり、日本の新幹線は、日本人が設計、運行してきたからこそ、これまでのブランドが構築されてきたのですね。もちろん、注意力の高さは、個人に差があります。ですが、新幹線のハードやシステムは、日本人の注意力に合わせて開発されたため、育ってきた環境が全く異なる外国人が運転しても、安全性や定時性が高まるとは言えません。つまり、日本の新幹線を海外にそのまま輸出しても、あまり意味をなさないってことでしょうか？その通り、新幹線を海外に輸出しても、日本で運行される新幹線のように、安全性や定時性が高くなるわけではありません。これが、ある意味で、新幹線の大きな欠点とも言えます。1980年代に入ると、日本政府は、新幹線を海外に輸出し、鉄道車両製造やシステム開発において、大きなビジネスチャンスを獲得できると予想していました。しかし、日本の新幹線は、ここで大きな壁にぶつかってしまいます。それは、日本と海外では、安全に対する考え方が全く異なるという点です。日本は、自動車や航空機、その他機械類の設計において、一次安全、すなわち、事故を起こす前の予防安全を重視して設計します。ところが、欧米諸国では、事故を起こした後の被害を軽減する、すなわち、二次安全を重視して設計します。欧米諸国では、鉄道を建設する際に、初期投資をなるべく抑え、事故が発生した際は事故が起こるのは、人間だから致し方ないと考える場合が多いのです。つまり、日本の新幹線が輸出される際、一番大きな障壁となったのが、安全率を高めに設計し、かつ、
現場では高度な技能力や注意力が求められるため、新幹線を欲しがる国はほとんどいなかったのです。なるほど。だから今でも欧米諸国で日本の新幹線車両が活躍できていないのは、安全に対する考え方が全く異なるのが真の理由なんですね。ところが日本人と似た考え方で、かつ日本との友好的な関係を持つある国が日本の新幹線を導入したいと考えたのです。それが同じアジアの島国でもある台湾です。なるほど。確かに台湾人は日本人と友好な関係を保ちたいと考える人が多いですし、同じアジアの島国として考え方は似ているのかもしれませんね。ですが台湾の正式国名は中華民国であり、日本政府は中華民国との国交は1972年以降断絶しているのです。え、そうだったんですか？はい、こちらについては複雑な経緯がありますので詳細は省きますが、現在も台湾は中国の一部であると認識する国が多く、1971年に中華民国が国連を脱退して以降は、日本を含むほとんどの国が正式な国交を断絶している状態が今でも続いています。ただ非公式の国交は続けられており、特に日本やアメリカとの交流は非常に盛んです。今回は皆さんが分かりやすいよう、中華民国ではなく台湾という通称を使用します。そんな台湾ですが、日本製のフル規格新幹線車両が走る国の一つです。2007年1月、首都台北から南部の高雄を結ぶ台湾高速鉄道が開業。この時に導入されたのが日本の500系700系新幹線をベースにした 700T 型電車です。え、700系をベースにしているのは聞いたことがあるんですが、500系もベースにしているって初めて聞きましたけど。はい、意外と知られていないのですが、実はとある理由で500系新幹線をベースにしています。今回は日本初の輸出用新幹線車両として開発された台湾高速鉄道 700T 型電車をご紹介いたします。そもそもですけど、どうして台湾高速鉄道が建設されたのでしょう？20世紀後半、台湾では急速に経済が成長し、特に西部では在来線、航空路線が混雑し始め、このままでは2000年代に入ると経済発展を阻害する恐れがありました。そこで1980年代に浮上した高速鉄道計画を採用し、台湾の経済発展をさらに促すべく、1993年に政府が正式承認し、台湾高速鉄道の建設が決定されたのです。1994年11月、台湾政府はインフラ関連における民間資金の活用に関する法律を可決し、1996年10月には台湾高速鉄道が民間事業者が施設を建設し、事業終了後に公共に施設所有権を移転する方式である、いわゆる BOT 方式が採用され、建設主を決定する国際入札が開始されます。その結果、フランスのアルストム、ドイツのシーメンスが出資する合弁会社と、日本の川崎重工業、日本車両製造、日立製作所の3社が出資する合弁会社の2社が応札。つまり日本とヨーロッパが契約に向けて全面対決したわけですね。ところがフランス・ドイツ連合が日本連合よりも低い建設費用を提示したこと、政府の費用負担なしで路線を建設することを約束したことから、フランス・ドイツ連合が優先入札者に選ばれ、1998年7月23日、BOT 契約を正式に締結しています。ここでも日本の新幹線は建設費が高額になるというデメリットに直面したわけですね。確かに、それも理由の一つですが、台湾がフランス・ドイツ連合を選択したのは別の理由もあります。実は、当時、台湾政府はアメリカから戦闘機を購入しようとしたのですが、当時の大統領であるクリントン氏が中国との関係を重視し、台湾には戦闘機を輸出しないと明言したのです。中国は当時から台湾は自国の一部であると明言しており、対中関係を重視したアメリカのクリントン大統領は台湾との国交を完全に断絶していたのです。そこで台湾政府はフランスから戦闘機を購入する意向を示し、フランスとの関係を築く必要があったことから、台湾政府は
フランス・ドイツ連合を選択するしかなかったのです。ところが、契約を正式に締結した後、大きな問題が浮き彫りになります。1998年6月3日、ドイツの高速鉄道である ICE が、ニーザーバクセン州のエシェデ付近で、死者101名にも及ぶ大規模な列車脱線事故が発生。約半年間に及ぶ慎重な調査を続けた結果、騒音抑制と乗り心地を向上させるゴム製の弾性車輪を採用し続けた結果、金属疲労によって車輪が破断したことが原因でした。実は、台湾新幹線には費用対効果を高めるべく、弾性車輪を導入した客車も検討されていました。この事故は、世界的にも大々的に報道されたことから、台湾国民も、ヨーロッパの高速鉄道をそのまま採用していいのかという不安の声が相次いでしまいます。さらに、1999年9月21日、最大震度7、死者2415名にも及んだ台湾地震が発生。これがきっかけで、ヨーロッパ方式の高速鉄道は、地震対策が不十分であると判断され、台湾政府も、地震対策が十分に施されている日本の新幹線を再評価し始めたのです。確かに、日本の新幹線は、これだけ地震大国で高速走行しているにもかかわらず、地震による死亡事故はゼロですからね。そういえば、ヨーロッパ方式の高速鉄道が地震に弱い理由って何でしょう？ヨーロッパ方式の高速鉄道は、日本の新幹線とは異なり、高架橋の上を走行するのではなく、ほとんどを盛り土の上を走ります。鉄筋コンクリートである高架橋と比較し、盛り土区間は、地面からの振動に弱いだけではなく、豪雨災害にも弱い傾向にあります。つまり、日本と同様に、自然災害が比較的多い台湾では、新幹線のように、ほぼ全区間を高架橋方式で整備する必要があったのです。こうして、台湾政府は、リスクマネジメントの結果、車両製造を日本、配電やシステムはヨーロッパ、土木工事は再度国際入札を実施することを決定。そのため、ヨーロッパ連合は台湾に対して違約金を請求しているのです。ここでも日本は土木工事の受注を引き受けることはできなかったのですね。はい、やはり全ての区間を新幹線と全く同じ規格で整備すると予算を大幅にオーバーしてしまうことから、強度規格は日本の新幹線に準じており、かつ建設費を安価に抑えることができる建設メーカーを探していました。その結果、韓国の大手ゼネコンヒュンダイ建設が応札し、2001年3月より着工。若干の工期の遅れは生じたものの、2007年1月5日、無事に台湾高速鉄道が開業。この時に導入されたのが、日本の川崎重工業日本車両製造日立製作所が製造した 700T 型電車です。ご存知の方は多いと思いますが、レース車体となっているのは、東海道山陽新幹線で活躍していた 700系をベースにしています。しかし、主要パーツに目を向けると、JR 西日本の 500系もベースにしているのが特徴です。まず、台湾高速鉄道では、営業最高速度が時速300キロに設定されていることから、700系に搭載されている主電動機出力 275kW に対し、700T 型は 500kW1 編成と同じ電動機出力である 285kW にパワーが増強されています。ただし、先頭車両のノーズ部分は、700系が 9.2 メートルに対し、700T 型は8メートルに短縮されています。ノーズを短くしちゃったら、トンネル突入時に大きな騒音が発生しやすくなるのでは？その通りなのですが、台湾高速鉄道では、トンネルの断面積をヨーロッパと同じ大きさである90平方メートルとしており、トンネル突入時の圧力が逃げやすくなっています。ちなみにですが、日本の新幹線は、1本あたりのトンネル掘削コストの削減を図るべく、トンネル断面積は64平方メートルとしています。また、新幹線車両は、気密性が非常に高いため、トンネル断面積が小さくても、トンネル突入時の気圧差によって、車体が壊れることはありません。逆を言えば、ヨーロッパの車両は、気密性が高くないことから、必然とトンネルの断面積は大きくする必要があるということですね。その通りです。さらに、700T 型の台車は、
時速300キロの営業運転を実現すべく、500系で採用された WDT205 型をベースにしたボルスタレス台車を採用しています。そういえば、よく聞くボルスタレス台車って何でしょう？簡単に言えば、ボルスタレス台車が一般化するまで使用されていたダイレクトマウント台車の構成部品の一つであるボルスタアンカーを省いた台車がボルスタレス台車です。ボルスタアンカーは車体重量を支えるだけではなく、走行時に生じる振動、衝撃を吸収する働きを持っていましたが、現在は軽量化と省メンテナンス化を図るべく、ボルスタアンカーの代わりに空気バネを採用したボルスタレス台車が一般的です。さて話は戻しますが、700T 型の車内は700系をベースにしており、普通車や日本におけるグリーン車においても、JR 東海、JR 西日本の700系とほぼ同様の形状を採用。制御方式は、IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御、ブレーキ方式も外製ブレーキを併用した電気指令式空気ブレーキ、保安装置もデジタル ATC を採用するなど、700系新幹線とほぼ同様のシステム構成としています。ところで、日本の新幹線と台湾高速鉄道を比較すると、全く異なる基準が存在するのですが、わかりますか？もしかして、高速鉄道の中では世界一厳しいと言われている騒音基準でしょうか？よくわかりましたね。その通りです。日本の新幹線は、住宅地付近は70デシベル以下、商工業地域は75デシベル以下で走行しなければなりません。対して、台湾高速鉄道では、ヨーロッパ規格をベースにしており、1日に通過した全列車の騒音値を平均化し、その数値が、住宅地付近で80デシベル以下、商工業地域で85デシベル以下で走行しなければなりません。日本以外の高速鉄道では、台湾高速鉄道のように騒音値を平均化した数値を採用しますが、日本の新幹線では瞬間的な最大値を採用するため、特に厳しい条件となっています。実は日本の新幹線の建設費用が高額になりがちなのもこの騒音基準が一因となっています。もしかして台湾高速鉄道が日本の新幹線方式で建設しなかったのは、これが原因だったのでしょうか？その通り、仮に日本方式で建設した場合、騒音値が上回る地域においては、高架橋の防音壁のかさ増し、低騒音型パンタグラフの新規開発、低騒音型の架線の採用、吸音パネルの設置など、どうしても建設費用は上昇してしまいます。こうしたこともあって、日本方式ではなくヨーロッパ方式が採用された経緯があるのです。ただ、台湾高速鉄道では、開業以降、営業側が責任を負う死亡事故は一度も発生していません。豪雨災害や地震災害はこれまでに何度も発生していますが、不具合や大規模地震を検知した際に自動停止するデジタル ATC、人の安全を最優先して開発された新幹線車両によって、日本と同レベルの安全を実現しています。そんな 700T 型も、初期型が製造されてから今年で20年が経過。日本においても2020年をもって700系新幹線が引退したことから、共通パーツを使用している 700T 型においても部品確保が困難となったため、2020年に新型車両の導入を発表。当初は日本側の提示額が高額であることを理由に合意は成立しませんでしたが、2023年3月、台湾は日立製作所東芝に対し、東海道、山陽新幹線で活躍する N700SK をベースにした車両144両の発注に合意したことを発表。N700SK をベースにした車両は、2026年から順次納入される予定です。最後までのご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ほんでまず、